カウンンセリングを受けてますかなり壮絶な人生を話し,話していて、同世代くらいのカウンセラーがそれを受け止められるか心配です。話してよかったんだろうかと、もやもやしていますと。だからえ、同世代のカウンセラーの方が、若いカウンセラーなのかな、が、なんかこう、圧倒されていたりとかあの、受け止めてくれてなかったりとか、もしくは、自分の人生をドラマのようにとらとえて、喜びすぎちゃったり、楽しんじゃった場合っていうのは、なんかね、これでいいのかなと思ったりはしますよね。 だからカウンセリングって結構難しいなと思いますけど、若ければ、若いっていうのは、その分エネルギーがあって、情熱があって、こちらのことをし知ろうとしてくれるから、それがいい治療効果を生むこともあれば、逆にですね、あの、経験がない分、何かね、ぶつかることも多いかもしれないし、経験がある人は、なんかこうね、壮絶な人生っていうものをね、 なんかこう相手の相手の <laughs> 人生をうんうんっていやどっかで聞いたことある話だなと思ってこう話を流しちゃってなんか自分のこう壮絶さを理解してくれない感じがして物足りなくなるかもしれないしまあそれぞれ良さがあるしそれぞれ悪さがあるのでまあそのキャリアっていうこととかよりもなんかこう相手とのなんか人間関係とかその面白さを楽しむってことかなと思いますね。 聞いてみたらいいんじゃないですかね、あなたは僕の話を受け止めたんですかって、そうしたら、多分カウンセラー、答えてくれますよ、いや、圧倒されてしまって、自分でもなんか1週間悩み続けてしまったんだけれど、あ,のあなたの苦しみが分かりましたよっていうかもしれないしああの、そこは大丈夫だったんだよ、そんなにあの心配させてごめんねっていうふうにあっさり返すかもしれないし、まあ、聞いてみるのが面白いと思いますね。うん